原油不払い騒動での気づきですね。お疲れ様です。パーソナリティの出雲です。さて本日のテーマは、イランが韓国にしていることは韓国が日本にしていることと同じだ、原油不払い問題で痛感する隣国をお送りします。意図的な司法判断を利用する政治外交、韓国がイランへ原油代金約7000億円を不払いのままでいる問題、これに関してイランが韓国にしていることは韓国が日本にしていることと同じではないかと複数の韓国メディアが伝えました。その内容と日韓それぞれの反応をご紹介します。先日イラン政府はケミ号の船長を除いた船員全員の拘束を解除した。しかし海上を汚染した罪について司法判断を待つことを理由にケミ号はそのまま抑留され続けている。そのため結局船舶の管理に必要な人員は船内や港に留まるしかない。解放されたインドネシア人、ベトナム人、ミャンマー人の船員も故国に戻れず現地に残っている。こうした抑留状態は長期化する可能性がある。一体どうしてこのような事態となったのだろうか。イランは否認するが、ケミ号の抑留が長期化しているのは凍結資金問題が解決しないことが理由と思われる。今両国ともに2つの事案は別という公式見解を出している。しかし韓国政府は結局凍結資金問題の解決が抑留解除につながると見ている。抑留の司法判断と資金凍結問題は別だとするこのイランの態度は、日本に対する時の韓国の態度の真似のようにさえ思える。韓国が日本に対して徴用工問題は司法判断だ、そのことと賠償問題とは別だとする態度と酷似しているのではないか。韓国国内に凍結されているイランの資金は約70億ドル、約7000億円だ。これは全額イランから輸入した原油の代金なのだから支払わなくてはならない。少しでも支払うために最も実現性が高いのはイランの国連分担金を韓国が代納することだ。イランは国連分担金の支払いを怠り、先月国連総会の投票権を停止された。投票権を取り戻すためには少なくとも1625万ドルを国連に支払わなくてはならない。そこで出た案が韓国による代納なのだ。そして最近このことは国連とアメリカの承認を得られた。あとは納付するだけだったが、イラン側が急に資金がアメリカを経由してはいけないと言い出したため失敗に終わった。そのため現在は別の経路を探しているが、技術的な問題さえ解決すれば納付が可能だ。しかし韓国が代納してもこれは凍結資金総額の 0.2% に過ぎない。そうしたことから韓国政府は人道的物品をイランに送り、その金額を凍結資金から除外する案も検討している。昨年の韓国イラン間のワーキンググループ会議でイラン側が要求した人道的物品は救急車、医療機器、医薬品などだ。この要求に対し韓国政府はイランに1000万ドル規模の医療用薬品の送付を約束したという。しかし今後もアメリカの対イラン制裁は続くだろう。アメリカの意思に背いてイランに物品を送ってしまっては韓国がアメリカから制裁を受けかねない。容易に動けないのが現状だ。この話題には多くの韓国の人々からコメントが寄せられました。韓国の反応、自国の司法を言い訳に他国に金の支払いを強要する、まさに韓国が日本に対してやっていることだ。イランはアメリカ船舶を拿捕しなければならないのになぜ韓国船舶を拿捕？イランが韓国を見下しているという証拠なのではないか。アメリカに対しての不満を韓国にぶつけている。それを世界中の誰が理解するのだ。政治的な問題と全く関係がない。一般事業の船舶を襲うなんて、石油代金に関連していろいろなことが起きるね。これを単純な問題だとは誰も思っていない。ケミ号は化学物質運搬船だ。そこからもいろいろと類推される。海洋汚染の疑いで調査、そこにいた多くの船舶の中で韓国の船舶だけ、理由に全く納得がいかない。多くの政治的葛藤や金銭問題が絡んでいると見るのが当然。今回のことだけを見ても司法と経済を分離するというのは夢だということがわかる。どう考えても未払いの7兆ウォンの原油代が原因でしょう。ここで他に理由を見つけようとするのはさすがに驚いた。
イランへの借金はしっかりと返済するべき。ワクチンは人道的な重大事案だからね。日本の人々からも多くの声が寄せられました。日本の反応。韓国政府が日本にやってることは恣意的な司法判断を利用した外交。イランが韓国にやってるのは正当な理由があっての実力行使。イランには未払い代金の請求は事実と大義があるからね。だから真似ではない。いろいろと難しいことを言わず、金を払えば全てが丸く収まる。イランは韓国にそう言っているだけのこと。先日イランから面と向かって、へりくつ言うな、約束を実行しろと言われたばかりでしょ。代案うんぬんではなく、代金を払ってくれって言われてるんだよ。自分たちがそうした態度をとっているのに、日本に対しては誠実な態度をと要求するのはおかしい。世界中で原油代金払ってないのは韓国だけ。制裁猶予期間に韓国以外は支払い済み。そうした状況があるから払ってほしいというだけのことだよね。イラン側が引く可能性や交渉や代案で妥結する可能性はゼロだよ。すでに制裁が発動している中でどう返していくのかは模索する必要があるけど、ちゃんと支払うという意思があるならやりようはいくらでもあるはず。代金の 0.2% なる国連分担金を支払うだけでもこんなに揉めてる。 100% を支払うにはどれだけの労力と時間がかかるのだろう。韓国はイランへ早急に全額支払いを。イランが韓国に対する対応と韓国が日本にする対応が似ているという報道ですが、実際には少し異なります。イランはとにかく韓国が買った原油代金を支払ってほしい、それだけです。今イラン国内ではコロナの感染者数が増加しています。11月には1日あたり1万3000人前後が新規感染者数としてカウントされています。そこからはピークは過ぎたようですが、2月に入りまた感染者数は増えてきています。だからどうしても支給ワクチンが欲しいと考えていますけれど、その購入資金が不足しているので韓国に支払いをせかしているのです。イランはワクチンを共同購入する国際的な枠組み、COVAX に加わりました。そして韓国政府に凍結資金をワクチン代金として入金するよう要請しています。韓国政府はアメリカ財務省からワクチン代金を制裁の例外とする承認を受けています。ですから韓国政府はイランの要請通り、凍結資金をワクチン代金として直ちに入金できるはずです。しかし韓国はいつまでも入金を実行していません。こうした動向を見ると、何か不都合な真実が隠されているのではと疑いたくもなりますね。そんな疑いを晴らすためにも、今すぐ原油代金全額をイランへ支払うことが重要です。あなたはこうしたイランと韓国の状況についてどう思いますか？意見や感想をコメント欄にお寄せください。またグッドボタンやバッドボタンでの動画の評価もしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを心待ちにしていますね。